本日は6月9日に行われたライジン47堀口教授 VS セルジオ・ペティスにて惜しくも敗北を喫したセルジオ・ペティス選手が試合後に急変し物議を醸しておりますので、そちらについてまとめていきます。セルジオ・ペティス選手は今年3月堀口教授選手が自身のインスタグラムにて結婚の報告を投稿した際にコメント欄にておめでとう教授などとコメントし、戦友である堀口教授選手に対して祝福のコメントを残しておりました。そんな中、今年6月9日ライジン47にて堀口教授 VS セルジオ・ペティスが行われ、この試合後に堀口教授選手は自身の YouTube チャンネルにてセルジオ・ペティス選手について語り、セルジオ選手は強かったです、強かったのもそうですけど、3年前にベラトールで僕に1回勝ってるにもかかわらず日本に来て敵地に来てリベンジマッチを受けてくれたことに本当にすごく感謝をしています。セルジオ選手は本当にナイスガイで、試合以外で会った時はおお教授みたいな感じで話をすることもあったんですけど、まあ僕は前回負けてるんで少し心残りがありながら会話をしていましたね。本当にセルジオは試合以外ではいいやつなんで、今回の試合後も教授強かったねみたいな感じで声をかけてくれて、そういうお話をしていました。で、自分が控室に戻ってシャワーを浴びている時もわざわざ挨拶に来てくれたみたいで、僕を探してたみたいなんですけどシャワーを浴びていたので会えませんでしたなどと語り、セルジオ・ペティス選手とのエピソードについて打ち明け、セルジオ・ペティス選手に対してナイスガイだと語っております。このセルジオ・ペティス選手の紳士的な振る舞いに対してファンの中では、今回の試合前から試合後までの振る舞い全てを通して見てみて、俺はペティスが大好きになった、とっても紳士的な印象、ペティスもベルト奪還する気で頑張ってほしい、そして堀口教授最高すぎるぜ、いいもん見せてもらった、やっぱり大好きだぜ、ペティスいいやつすぎて堀口ファンだからもうやらんでほしい、マジでペティス紳士だわ、ペティスの振る舞いは男としていいお手本になるなど、セルジオ・ペティス選手の人柄に対して好感を寄せるコメントが多く集まっておりました。そんなセルジオ・ペティス選手は試合後自身のインスタグラムストーリーにて、などと投稿し、試合後に平本蓮選手陣営とお酒を飲み交わす動画を公開しております。さらにこの直後、セルジオ・ペティス選手はお酒に酔った状態で堀口教授選手について語る動画を公開し、 I'm drunk as fuck. Horiguchi and Mike Brown, you guys are gay as fuck. Let's just sit him there and hold him down and you guys can win the round. You guys are gay as fuck. Fight me. Give me five rounds for this trilogy and I'll knock your bitch ass out every single time. All you're gonna do is sit there and hold me down and suck my dick. このセルジオ・ペティス選手の発言の日本語訳がこちらです。プッシーみたいなことを言うつもりはないけどクソ酔ってる、堀口とマイク・ブラウンあんたらの戦い方はマジで気色悪いぜ、テイクダウンしてつけてラウンドを勝ちに行っただけだろう、マジでキモいわ、ちゃんと戦えよ、3戦目か5ラウンドマッチだったらビッチなお前を KO すると約束するよ、お前にできるのは俺を抑え込んで俺の〇〇を〇〇するだけだろプッシー野郎などとの日本語訳が公開され、戦前や試合直後の紳士的な態度とは打って変わり、堀口教授選手をゲイ呼ばれし、卑猥な言葉を用いてディスリスペクトする発言を行っております。本日もご視聴ありがとうございました。